ソフィアモバイル株式会社はデジタルサイネージ事業や仮想移動体通信事業者として NTT ドコモのフォーマネットワークを利用し IP 電話サービスを組み合わせた携帯電話サービス s モビを展開していた企業である。2013年2月28日、グループ事業再編により s モビを含む SIM 関連事業を親会社の株式会社ソフィア総合研究所に譲渡。 デジタルサイネージ事業に特化したが、収益改善は見込めないと判断。同年3月29日に会社解散を決議し、4月30日に特別生産手続きを申し立て、5月29日付で開始決定を受けた。S モビとは、上述の通り MVNO 事業であり、インフラとしては NTT ドコモのフォーマ、ハイスピード回線を利用し、端末としては、 ファーウェイ製のアンドロイドスマートフォン、IDOSX5 を販売する。パケット通信のみの提供となるが、IP 電話を使い05例の電話番号を持つことができ、IP 電話ならではの定額の通話も可能となっている。同様のサービスを展開している、同じ NTT ドコモモを使った MVNO である、RStream とほぼ同じサービス提供を、 行っているためか、r ストリーム社と自社の料金を比較する宣伝を、同社ホームページで行っている。また s モビ同士であれば通話料無料というのも大きな、売りにしている。端末は、ファーウェイテクノロジーズ製の Android OS 2.2、搭載の全面タッチパネルのストレート型スマートフォンで、ある。同社固有のキャリアメールや SP モードメールといった。 NTT ドコモのサービスは利用することはできないため、メールは Gmail などを利用することとなる。また、Android マーケットからのアプリケーションのダウンロードや、ブラウジングなども行うことが可能となっている。ブラウザは、フラッシュプレイヤー10.1が搭載されている。その他同社の IP 電話用アプリケーションが、搭載されている。端末は、ソフィアモバイルが独自に並行輸入し、 ソフィアモバイル名義でマラによる技術基準適合証明を取得している。ファーウェイジャパンはこのアイリオス X5 について一切サポートを行わない旨を発表している。主な仕様をデジタルサイネージソリューションとして動画配信管理システム、クーポンシステム、リダイレクトシステム、メール配信システム、アフィリエイトシステム、CRM システムの販売を行っているほか シムロックフリー端末の販売も手掛けている。当社連結子会社間における事業譲渡に関するお知らせソフィアホールディングス当社連結子会社の解散及び特別生産に関するお知らせソフィアホールディングスファーウェイ製アイディオス X5 に関する一部報道についてありがとうございます。